大橋コーチとの、あのトレーニングっていうのはどんな感じですか？楽しいですよ。今度僕のランニングに付き合ってもらいます。あ走るのは趣味なの？走ったりするの好きなの？じゃあ、お疲れ様です。今日は午後30分ハーフのゲームをしようと思います。30分2本でしっかりゲームに勝ち切るっていうことに徹してほしい。まずどういうプレーを選ぶかっていうのは点差にもよると思うので、その辺もちょっと自分で表現してほしいなというふうに思います。 OK。 最初真顔から、ね、ずっと見てた青いユニフォームですか？そうですね、なんか不思議です、かっこいいです。どうですか、久しぶりの代表活動やってみて。はい、練習はすごく全体であのいい緊張感を持ってやってると思います。五輪で結果を出すためにはなんかもっとやらなきゃいけないことが山積みなので、でもなんか本当に段飛ばしではいけないと思ってるので、うん、本当に一歩ずつやっていくしかないと思うので、はい、まあ、今合宿でも今、まあ、自分の立場で自分にできることっていう思いではやってますけど。どうですか北村選手、4日目緊張感は？はもう全然ない、はい、初日超緊張してたけど初日はちょっと足が震えてました。これから試合ですけど、はい、なんかどんなプレーしたいとか見せたいというか。いつも通り自分らしく男子相手ですけど、うん、負け玉ギャンとことかは負けないようにいきたいと思います。アピールできる初めの試合なんで、まあ、緊張せずいつも通り頑張ろうかなって思います。了解です。ありがとうございます。高校生自分で自分のタイミングでターンしてこのコーンタッチしたら勝ちだ。ああ、OK、ちょっと一回やってみるよ。自分のタイミングで。おう、OK。で、こうやって、この肘型から外に押し出されたら高校生負けだからね。高校生は、とにかくマーカーに行くように。そう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 。押し出す、押し出す、押し出す。おう、グッド、グッド。OK、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 として、そこに低いなんかなんていうんだろう、ゴロのボール蹴られた時にいけないから、それをまず消したい。そっちを消して、でもファーはもうストーンともうボールに弾きに行く人がいるから、ちょっと2を先に消してほしい。しっかり最初から入ってこよう。行こうよ、行こう。
できないことたくさんあるけど、トライね。トライしないと何も始まらないから。アピールしてきて、アピール。みんな思い切ってね。みんな。みんな105メートル。にこだわって今 1-0 勝ってるから、このまま30分どういう戦い方をするか、時間をどうやって使うか、ゆっくりやる、少し急ぎ目で裏を狙っていくっていう、自分たちで声かけてやる。大丈夫？はい、じゃあ行こうよ。頑張ってください。第1個お店入れて。
ございました。ありがとうございました。結構、最初ここ伝えてみてください。はい、こうなった瞬間にここが余裕あったらこう下がって、いや、あのさ、スライド厳しい。なんか、こう逆から転回してきたときに、あの、こっちにボール入って、周りがちょっと遅れてるときがあって、そのときにちょっと絞りきれなかったときがあったんですけど、その、お姉さんのカバーに行かせた方が良かったと思います。なんか、向こうから食べないみたいな。それだけの記憶です。試合内容としてはどうでした？まあ、でも課題にしてる守備のところだったり、まあ、そういう意識してるところが、まあ、上手に声かけてできたのはあったかなっていう感じで、うん、まあ、試合運びも悪くなかったと思うので、はい、今チームとして課題にしてるというところを言ってたんですけど、はい、具体的にどういったところを、まあ、攻守の切り替えだったり、まあ、チームとしてどうやって守備だと攻撃をするかっていうまとまりっていうところ、まあ、一統一できるようにっていうふうにやってます。まあ、合宿自体久しぶりなので、まあ、自分がどの程度できるのかなっていう確認でもあると思うので、まあ、そういうところを出せていけたらいいなと思います。わかりました。すみません。ありがとうございます。チームとしては狙いっていうところができた試合でしたか？やっぱり男子ってなると、なかなかうまくいかないというか、まあ、久しぶりにみんなが集まってやるってなるのは、プラスそのサッカーっていうのは、求められてるのも分かってますし、それでもまあミスが起きて今日は失点してしまったんですけど、本当に積み重ねていくしかないのかなって思いますね。みんな賢くて言ったらすぐできる選手たちがいるので、まあ、可能性はたくさんあるかなっていうのと、まあ、今は本当に成長するしかない、みんながやっぱり、まあ、去年の結果を受け止めてとか、本当にみんながそう思えば叶う選手たちがたくさんいると思うので、本当に信じて続けていくしかないかなと思います。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございました。久しぶりに集まったので、まず講習において、まあ、チームとしてやらなければいけないことっていうのを一つ一つちょっと映像や話の中で確認し、トレーニングの中で再確認していくっていう作業の中から、まあ、より、まあ、精度の高いものっていうところもこう上乗せしながらやってますけれども、まあ、新しく呼んだ選手が多いんですけれども、非常に吸収力も高いですし、まあ、理解をしてこう行動に移してくれているので、まあ、今日のゲームなんかでも思った以上にいいものを出してくれたなっていうふうに思います。高岡監督が望む今後のなでしこの姿っていうのはどんなものですか？まあ、やはりなでしこは攻守において、まあ、攻守一体11人がやはり90分間連動し続ける、最後まで諦めないで戦うっていうところで、まあ、肉体的なというか、その体を、まあ、90分間こうチームのために、もちろん自分自身のプレーのために動かし続けるっていうことはもちろんですけれども、もうちょっと頭の中で、まあ、先を読んでこう行動できる、何かを読みながら先手を取ったこうプレーができるっていうところに上げていきたいなっていうふうに思いますし、攻撃のところでもうちょっとこうみんなのアイデアがさまざま散りばまってくるようなプレーが多く出せるようにしていきたいなというふうに思います。まあ、やはり日本人にしかできない、まあ、繊細なサッカーをやりたいと思いますし、まあ、繊細な中にもやはり日本人の女性の真の強さであったり、まあ、サッカーに対する思いの強さっていうところがグラウンドで表現できればいいと思うので、まあ、2011年に世界一を取ったなでしこの血を引きながら、またそれを何倍にも進化させた、まあ、攻撃的に魅力のあるサッカーをしていきたいなというふうに思います。わかりました。はい、すみません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。